異常なまでの勝利への執念。冷酷非道な戦闘スタイル。今回は、ヒットマンスタイルの死神、真柴良を紹介します。動画の後半では、真柴良の戦績と戦ってほしい相手を紹介。真柴良を完膚なきまでに倒したい人は、チャリ線を握りしめて高評価にフリッカージャブ。おすすめのシーンやキャラを、ぜひコメントで教えてくださいね。今や世界戦に向けて発信し始めた真柴良は、誰もが認める強キャラです。一見ひょろっとした見た目ですが、しっかりと筋肉に覆われています。太すぎる眉毛と、刺さりそうなくらい尖った顎が特徴です。もともとはフェザー級で登録していましたが、減量区もあり、ジュニアライト級、ライト級に転向。破竹の連勝街道をまっしぐら。ジュニアライト級で日本王者になった後、ライト級で OPBF 東洋太平洋チャンピオンとなりました。やはり、あの眉毛の太さはただごとではなかったようです。ファイトスタイルは、長すぎるリーチを最大限に利用したヒットマンスタイルです。通称、死神の釜から繰り出されるフリッカージャブは、どこまで届くのって言いたくなるぐらい広い射程を持っています。ただのジャブと思うなかれ。真柴のフリッカージャブは、非常に速くて重く、ジャブだけでも KO できるくらいの威力を持っています。また、恐るべき精度差で、相手のブロックの隙間を狙って、正確に攻撃をねじ込んでくるんです。一度食らってしまえば、まさに地獄。回転数を早めて、何十発もジャブが飛んできます。うまく弾丸をかいくぐり、懐に入ったとしても、突如飛んでくる相手をぶった切るまさかりの一撃。踏み込んできた相手へのチョッピングライトは、真柴の必勝パターン。長身から繰り出す悪魔の一撃です。正確に急所を狙ってくるので、相手は、たまったもんじゃないですね。しかし、チョッピングライトをかわされてしまえば、長いリーチが、逆に邪魔になります。その弱点を克服するため身につけたアッパーカット。地面すれすれから相手めがけて急上昇。一歩とのスパーリングで初披露し、その威力を確かめました。気性が荒すぎる真柴良、すぐにラフプレーに走ります。沢村戦で内に秘める死神が大暴走。沢村を、再起不能なまでに叩きのめし、失格負けとなりました。その後もラフプレーに走りそうになりますが、自分を抑える術を身につけたようです。対戦相手に対し、異常なまでの攻撃性を見せますが、妹の久美にとっては、かけがえのないお兄ちゃん。常に、妹の幸せのことを考えているんです。ただ、その表現方法が真柴流。ストーカー行為をしても、悪気は全くありません。妹の後をつけながらも、バレそうになると、華麗なフットワークで回避。世界一軽やかなストーカーとなりました。妹大好き真柴良。妹を傷つけた沢村隆平は許せません。その凶悪すぎる顔は、久美でも恐れを抱くほどでした。その性格ゆえ孤立を好む真柴ですが、久美以外でも気を許してしまう相手がいます。その相手とは、なんと板垣学。スパーリングを繰り返すうちに、板垣の強さと性格、美人の妹を持つという境遇から仲良くなってしまいます。その仲を怪しんだ久美がストーカーをするという、今までの逆パターンが生じてしまいました。真柴のモデルは、グラス嬢と呼ばれたトマス・ハーンズ。ヒットマンスタイルを引っ提げ、なんと5階級を制覇しました。多くの相手と激しいバトルを繰り返してきた真柴ですが、やはり、一番のライバルは沢村隆平でしょう。お互い激しい気性の持ち主ですが、守るものがある真柴に比べ、自分の味方ですら敵に感じてしまう沢村は、さらに凶悪。久美がいなければ、真柴も沢村のようになっていたかもしれません。そんな真柴が欠けている部分を埋めようと、沢村を対戦相手に指名。相手に対する殺意を沢村戦で得ようとしたんです。その2人の激突は、もはや、ボクシングの枠を超えてしまいます。ボクサーとして完成しつつある両者。序盤は、見応えのある技術戦となりました。しかし、そんな戦いがずっと続くはずはありません。勝負が動いたのが3ラウンド。沢村の恋のバックブローが真柴にヒットしたのです。注意を受けている沢村に対して、真柴は攻撃を仕掛けます。これ以降は、目を覆ってしまうような互いに反則技の応酬。もはや、審判ですら、2人の狂気を止められません。解き放たれた2人の野獣が、ルールに縛られず牙を剥き出しました。反則攻撃でダウンしたにもかかわらず、ダウンを宣言する審判。真柴の怒りは頂点に達しました。そして、運命の両者ダブルノックダウンをしてしまいました。同時に立ち上がった両者でしたが、真柴の暴走は止まりません。審判の開始の合図も待たず、沢村に攻撃。なんと場外まで吹き飛んでしまいました。審判の判定はマシバの反則負け。日本チャンピオンの座を剥奪されてしまいました。マシバリョウは、フェザー級、ジュニアライト級、ライト級で試合をしているため、戦績が多いのが特徴ですね。特に、印象的な試合をピックアップします。記念すべき第1戦は、フェザー級でのデビュー戦。なんと、開始25秒で KO 勝ちをしてしまいます。順調に勝ち星を挙げ続け、迎えた東日本新人戦で藤沢・川合氏を撃破。準決勝で宮田一郎と対決しました。宮田に押されながらも、足を踏むという反則技で形勢逆転。宮田の最後のカウンターは届きませんでした。決勝では、幕の内一歩と対戦。拳が壊れても攻撃する一歩に、心底恐怖を覚えます。エルボーブロックする腕ごと破壊する一歩。しかし、マシバの執念が、一歩をキャンバスに叩きつけました。逆転に次ぐ逆転劇でしたが、一歩に押し切られてしまいました。一歩戦後、ジュニアライト級に転向し、12戦目にタイトルを獲得。防衛戦を繰り返し、世界に向かう前哨戦で木村達也を指名。世界戦に弾みをつける、かませ犬と認識していました。フリッカージャブで、世界にアピールをするマシは、木村の体力と視覚を奪います。しかし、マシバの視覚から突如現れる、ドラゴンフィッシュブロー。かませ犬に深く噛みつかれてしまいました。なんとか勝利しますが、その後調子を崩し始めました。19戦目の沢村戦の失格により、1年間試合を離れます。復帰後はライト級に転向し、なんと、初戦でアーロン・ドミンゴを下し、東洋太平洋ライト級王者を獲得しました。その後行われた防衛戦でロメオに勝利し、日本ライト級チャンピオンである伊賀忍を迎えました。マシバには、3つの弱点があると、豪語するセコンドのバロン組んだ。思わぬ苦戦をしてしまいますが、やはり役者が違いました。伊賀戦を制したマシバに、ついに世界戦のオファーが舞い込みました。以前のような狂気じみた戦い方だけでなく、クリーンファイトもできるようになったマシバ。戦いのバリエーションがますます広がっています。そんなマシバとぜひ戦ってほしい相手は、宮田一郎です。東日本新人戦準決勝の時と比べ、心の技も成長した両者。前回とは違った戦いが見れそうです。スピードとカウンターに、さらに磨きがかかった宮田に、マシバのフリッカージャブがどこまで迫れるのか気になります。前回は、宮田のフットワークを奪うことで勝利を得たマシバ、どちらの成長がより上回っているのか、一瞬たりとも目が離せない対戦になりそうですね。